ボタン押してなかった。これどうだ、始まった、始まったかな。あ、始まった。いやいやいや、申し訳ない、完全に忘れてた。まこっさんからさっきこちゃ来てた、完全に忘れてた。10時にやるって言って完全に忘れてた。危な。いやいやいや、13分の遅刻でしたね。ちょっととりあえず10時台のボスはもうなし、11時まで暇、 OK。アイコス充電が、いやもう完全に配信のことを忘れてうんこしてました、すいません。よし、いやね、なんか知り合いから言われて分かってはいたんだけど実際試してなかったから本当にそうなのか分かんなくて、この赤アクセのどこ行った、ネックレス、後期のネックレスと後期のリングを入れた時はなんか排出結果が一つ上になるっぽくて、で試そうと思って拾ったやつを OE したら録画できて、やばくないこれ、後期の録はやばい、だ普通の上位の録を入れるよりもさらに上の排出結果になる。あ、ちょっとモザイクで見えてない、入れた。これで見えるかな。録音を入れたとき、なんと左上にダイナスティ、一番左にも紫が来て、こんな感じ。普通上位の6入れた時はこことこことここにしか来ないんだけど、1個ずれてこっちに来るんだよ、後期の6は。だから後期のネックレスと後期のリングだけ、多分プラ4だとプラ5アクセと同じ感じになるかもしれない。こことここか、プラ4でこことここかな、多分。ちょっと試してないから分かんないけど、プラ4はって思って、ワールド取引所の後期のリングとネックレスを買い占めて OE したんだけど、4にならなくて。で、しかもここね、あ、天使が来るんですよ。左上に。来ないな。来ませんだ。あれ来てたのにな。来ませんだ。あー来てた。あれやべ、通り過ぎた。あ、打天使。打天使も来るのよね。だここクランベルで狙いつつ、打天使の、まあ、ここはなんかまあ貝紫だから、まあなんか適当に売れそうなものか。まあ武器か。で、上位錬金だからね、アーデナがね、めちゃめちゃ減るから、早めにちょっと決着をつけたいな。これ、後期のリングと後期のネックレスは、取引所に、7000くらいで売ってたらもう買っていいんじゃないかな。って思うと俺買ったんだけど。
フライオンで試してみたいよね。とりあえず金オーラで、ここも紫か、収集、なんかでも打点しかないな、ここは。ここは打点しかな。結構この厳選時間かかりそうな。リングはいらんしな。収集でもあるけど、っていうのをね、もう聞いてはいたんだけど、実際やってないから本当かどうか分かんなくて、やったらマジで一番手前に来たから、前回6アクセルできた時は6青青でここにしか来なかった。6、5とか入れたらこうなったのか。ボンちゃん持ってないんだって、ボンちゃんに売りつけてもいい。ボンちゃん10時に起きるって言って起きてこないね。ダイナスティーリング。ダイナスティーリングってなんだっけ、あ、武器ダメージのやつか。武器ダメのやつだっけ、ダイナスティー、あ、スキルダメージか。ダイナスティー欲しい人多いよね、結構。アンパンマンも欲しいってさ。できればね、クランベルを狙いたいんですよ、ここで。ただ、多分アデナが足りない気がする。ここまでやっちゃうと。か。せっかくだから金オーラで右上狙い。アルナークのベルト。ハルナークのベルトいいね。ハルナークのベルト欲しいな。スタン耐性、状態性、スキルの見る耐性。マーブのベルトのオプションがね、いいからね。悩ましい。まあ、ハルナークのベルトでもいいか。右上は。ラウルのベルト作れなくない？制作にない？作れるようになるのかな？なんかドロップだけ、さすがに作れるようになるのかな？作れるようになってほしいけどな。でも韓国の見てると結構持ってる人多いから作れるようになるとは思うんだけどな。わかんないんだよね。しますか。打天使がいいね。オーカシングか。クランベルクローク。なるほど。なるほど。ネビとの上位互換みたいな感じかな。準備抵抗が下がるのか。
3体制がつくぐらいか。いらんな。この源泉大変そうだぞ。うえ？あー微妙。スキルはいらんな。いやここはいいんだけどね。これもいらんな。惜しい。あ、ホワクセ来るんだって。ゆくゆく作れるようになるといいけどね、ラウルのベルト。作れないとなるともうほんとボスドローで手に入れるしかないってことだよね、あのアリーナの。これだとちょっときついな。さすがにちょっと打点しクランベル狙うのはきついからちょっと妥協する。でもありかと右上は。いやー厳しいな本当。アデナが。いやスキルダメか。新しいやつは出ないのかここに。天使があまり来てない。厳しい戦い。あれこれいいんじゃないですか。デッサインいらないけど、まあ行かないでしょ右上なんかに。これいいんじゃないでしょうか。これいらないけど、これなんだ、片手剣か。デッサインだったら最悪だなこれ。バテンシ狙いだね。バテンシ狙いで、バテンシゲートルが一番いいよね。バテンシの中で一番最初に手に入れるのはバテンシゲートルだよね。他の箇所、あ、そうだね、ゲートルが一番いいよね。足も強い、足も強いのか。足も強い。鎧はまあいいとした、鎧もまあ欲しいっちゃ欲しいか。まだゲートルだな。外れても武器真ん中に来たら最悪。
紫だったら何でもいい。だから 16% ここ引かなきゃいいんでしょ。ここ引いたらどうなんだろうな、これ。真ん中視聴者プレゼント、真ん中視聴者プレゼントは厳しいんじゃない、ちょっと。ドラゴアクスが厳しいな。サブの装備を集めてるんだね。これだな、これでいこう。いっちゃうよ。いけ。打天使が欲しい。ここが欲しい。頼む。そうでしょ。どういうこと？どういうこと本当に。どういうことだよマジで。ランクダウンしたじゃん。こんにちは。おはようございます。うわ最悪。最悪なんだけど。いやもう打点し取れなくなっちゃったじゃんこれ。なんであれで真ん中行く、金オーラじゃない方が良かったか。手前に寄せた方が良かった。あそこで 16% 引く。ないわ。まさかの回錬金へ降格。降格しましたわ。5000だよね。いや欲しいのないのよもうここは。売りだな。お、サイレントクロークってなんだっけ。あーこれか。マジ困るわこれ。困った。これでどうせ一番手前になるんでしょう。あ、なんか見えてきたわ。アンパンマンパーベリオ欲しいって言ってたわ。で、ボンちゃんがクロークか。ジョミチ、紫スキルを所望します。紫好きな、いやいやいや、それもらおうとしてない。自分でプラグを作ってもらって。ジョニチ、まだまだまだダブル。いやーきついわ。最悪だよ。もう放棄の6入れて、放棄の6入れるともう上級の6を入れるよりもワンランク上になって紫紫紫ってくるんだけど、真ん中引いたっていう。最悪。あ、もうこれでいい。いらないか。収集ないんだよな手前あんま。とりあえずこれ多いし。最悪だ。うわ。おい。
はい。はいはい。いやー厳しいなー。とりあえず金オーラだな。この作業マジだるいよな。ログできたのに、なんで俺は今回錬金をやってんだ。ダイナスティーか、あ、な、あ、ダイナスティーか。シャイドボーいらんけど。どうしよう。悩ましいな。悩ましいぞ。これでやるか。一番手前に来そうだな。ダイナスティね、なんかね、確かアンパンマンが欲しいって言ってたんだよね。敵対割引でどういうことだよ。これでいくか。いやー、まあ真ん中は厳しいだろうな。出ないだろう。一番左になりそうな気がする。もうめんどくさいからこれでいこう。どうしよう。ダイナスティでしょ。サイドボウ。オーグがいいな、せめて。サイドボウの使い道。弓の人誰もいないしな。サイドボウ。どうしよう。行くか、このままもう。行っちゃ。真ん中、真ん中お願いします。真ん中。真ん中。真ん中。くっそ。マジでいらねえ。最悪。まあ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 、これなんか収集あったよね。うん、
まあ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 。いやー厳しいな。大きなリング売ってないかな。4を試してみたいね。4だと多分上位の5と同じなのかな。ジグバーツの取引所でも見に行こうかな。ちょっとあれ取引所って何レベルから見れたっけ。10から見れたっけ。いやー錬金マジ2連敗だな。調子良かったのにな。1500か、ちょっと高いな。なるほど。これ4枚4枚か。いやショックがでかいぞこれは。まこっちゃんでも探し行くか。どこにいるんだい。いやまこっちゃんアリーナによくいるのは見るけど、ローカルいるの見かけない。どこだろうかな。いませんな。さすがにDVC はいないかな。この人ずっとここでうろうろしてるけど何してんだろうその子。あ、なるほど、ギリギリで狩りしてるからあれか、死にかけるからスタート位置をめちゃめちゃ後ろにしてるのか。お、さっき回った。回ったか。じゃあ誰もいないかな。
おお、パーティー狩り？最近みんな神話出してるよね。マスタークーポンと TJ 来たらもうめちゃめちゃ増えそうだな。善一さんこんちゃ。善一さん今日朝方ミサちゃんこのこと攻撃してきたでしょ。 PC 見てたの俺だったから攻撃されてますってめちゃめちゃ焦った。どっから音鳴ってんだと思って。ちゃんこの PC だった。マスター TJ いっぱい回数ね、1回で 5% かな。20回やってたら多分 100% じゃないかな、きっと。多分ね、なんかそんな感じで聞いた気がする。いや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 、結構やばかった。 HP 半分ぐらいまで減り出して、あ、やばいと思って即時回復ポーション使って。やっぱ杖と杖同士とかだとね、あれだ、スティグマ勝負になっちゃう。スティグマの入り具合で。まこったいないじゃん。クラチェンは来ないけど、いつになったらクラチェン来るんだろう。なんか、なんとかキャノンの時かな。あ、いた。見つけ、なんでここで借りしてんの。永遠行きなよ。なんで国境にいんの。なんで国境にいんの。永遠借りるでしょ、永遠の炎。開いてないのか、狩り場が。いや、ここにいるとは思わなかったわ。ああ、なるほどね。敵来るの待ってたのね。なるほど。47分。51分コアセプト。テオニャンとネクサスさんとフジオさんって誰が一番強いの？戦ってないから分かんないけど、もうどうなんだろう。ほぼほぼ互角じゃないかな、きっと。あと食の性能のあれもあるよね。ネクサスとかはもう多分捕まったら結構きつい。フリオさんとは戦わないからあんま分かんない。あ、カとかもで戦うぐらいか、フリオさんは。フリオさん今やりやってるよね。あんま戦わないから分かんないな。ネクサスはね、チェーンソーで束縛されると結構きつい。いや、さっきの錬金ね、外れですよ。後期の6ができてて、で、後期の6と青入れると、
上位アクセの6よりも1個上のなんかティアニークっぽくて、錬金の1、2、4番目に紫が来るんだよね。多分後期の4だと上位アクセのプラゴと同じ排出結果になるのかもしれない。で600でやったら真ん中引いてなんかコアリングがなんかわけのわからないリングのプラゴになっちゃって、回錬金へ降格して、回錬金やって一番左引いて、なんだっけ、シェリーホドンの角に変わりました。2連敗っすね。調子良かったんだけどな最近。あ、え、後期のリング、後期のネックレス持ってんの？赤アクセかな。後期4で上位アクセの5と同じになるんだったらめちゃめちゃハードル下がるよね。5を作んなくて 4できればいいってことでしょ。めちゃめちゃ紫錬金がやりやすくなる。でも上位だからな。後期取引所で買って7000ダイヤでネックレスとリング買って多いしたけど、2からで燃えたね朝。あれ誰もいない。足早いな。まこっちゃんいる？持ってない紫あとどこなの？伝説結構揃ってきたんじゃない？ないんだ。靴か。靴はドラゴニックがいいね。ドラゴニックいいよね。強い。あれ強いよね。なんでバレた。なんか足遅い気がする。気のせい。
サイハはね、まあダメージ上がるけど、なんかちょっとパッとしないかな。ドラコニックの方がスキル抵抗も上がるし、ブーツ。一応スキルダメージと奥もついてるしね。ナイハだと、まあ、スベダメとダブル確率か。スキル抵抗を取った方がいいな、きっと。まあ、狩りでも使えるしね。ダメージも上がるし。一番最初俺サイハ取ったけど、途中でドラコニッカに変えたね。狩りにも使えるのがいいよね。このアリーナのマップ全然把握してない。どこがどんだけ経験値いいのかが全然わからん。サイハ、まあ、俺はサイハ打ってドラコニック買ったかな。まあ、サイハよりなんか万能かな。と。あの、このアリーナ全然赤泥ないよね。他のアリーナと比べると。全然落ちてるの見かけない。だよね。めちゃめちゃ渋いよね。見かけたのは6万ダイヤで売り出したね、ワールド取引所に。ドラコニックがサイハもまあ同じぐらいじゃ、同じぐらい。まあ、今多分紫5、6万ぐらいまで下がってるでしょ、きっと。びっくりした。まあ多分5、6万ぐらいかな。
スキルで6万だもんね。最近スキル本当に安くなってきた。アイハの靴だったらまあ多分5万とかだったら売れるかな。多分即売れするかもしれない。6万で置いとけば買う人いそうだけど。ちゃんこが起きてきた。だ武器とか6万で出てたりするよね、結構。はいの。まあ多分同じぐらいで売れると思うけど。でも売れて、ドラコニックが売ってないと弱体化しないね、そのか。あ、やべ、ボス忘れてた。あ、やべ。11時4分、バシだった。後期のリング持ってたんだ。後期のリング燃えた。え、ノーマル状態で。ああ。ああ、2からしくね。俺も今日それで2個燃えた。いや僕のせいじゃないですよ。
あ、でもそれワンチャンほんと5とかになればね、6と一緒だから、後期の5でここかな、きっと。でもまこっさん OE してみてよ、後期さん。え、ワールド売ってる？マジで。あ、ほんとだ、売ってる。高っ。高いよ。さすがに高いよ。7000、今日7000ぐらいで買ったかな。後期のリングとネックレスを。7000ぐらいだったらまあ、買っても。でもなんかオプションついてたし、装備してたんじゃないの、誰か。装備してたの、取引所出してんじゃないこれ、きっと。これ絶対そうでしょ、これ。やべ、今なら高く売れるかもしれないみたいな。プラス4でプラス上位の5惑星と同じかをちょっと確認したいよね。あ、バシラ湧いてたわ。6でなんか6、5、4とかやった時と同じだったから、こことここか。後期がね、売ってないのよね。売ってたら全然やるんだけど。まあ、こっちはそれ3はね、もう OE すべきだよ、きっと。後期のリングプラス3装備してんのか。ソファース、なるほどね。装備してんな、ちょっと厳しいね。3からの OE は、いや、2から OE するよりも、確率は低いかな。でも2からの OE って、3になる可能性もあるし、4になる可能性もあるし、5になる可能性もあるみたいな。まあ、あんま変わんないっちゃ変わんないよ。カイン6はどうですか？カイン6は、特に、普通です。亀裂の時にバチバチみんな集まる感じかな。昨日、これ亀裂全然行ってなかったから分かんなかったけど、昨日行ったらめちゃめちゃ人いた。味方も敵も。今季6ステイ、いや6ステイかは、ま、さすがに6ステイはないんじゃないかな、きっと。6はいないかな。どうなんだろう。なんか、わかんない。俺結局、どこ行ってって言われて、最終日に行くから。1分後、わしら。違うサーバー。3からの多い確率下がるけど、でもわざわざ呪いで下げるほどじゃなくない？
さすがに帰ったか。え、下げんの？え、3になったら下げてんのみんな。え、それでまた3になったらどうすんの？え、嘘でしょ？マジで？え、それは知らなかった。マジで？だから呪いとあれが高いのか。呪いの武器と防具が下がんないのか全然。え、嘘。え、そこまでするほど確率じゃ。あ、いた。え、やばい、入んない。うわ、最悪。チェーンソーか。惜しかったな。やっぱダメだな。先にもうグラビティだな。探検で行こうとしちゃダメだな、チェーンソーには。マジか、アクセみんな下げてんだ、3から2に。え、それは知らなかった。え、それ2に祝張って4になる確率と5になる確率と比べて下げた方がやっぱいいってこと？あれで試してればいいか。青アクセで。4になったらステイで4ため。ああ、なるほどね。で、44430みたいな。いや、4は打っちゃうな。4は打ってしまう。いや、6になったらやっぱさ、夢が広がるじゃないですか。2だね。あ、面白い。16.33 と 16.33、 32% ぐらい、 32%、 33% はいかないかなぐらい。いや、張らないよ。 32% でしょ。変わんなくない。ほぼ変わんなくない？失敗する確率はまあ3の方が高いけど、こっちは3になる確率があれぐらいか。3になったら下げて、3になったら下げて、もう一回やるってことか。壊れない確率はまあこっちの方が高いから、壊れないのが大事ってこと。なるほどね。なるほど。
なるほど。おい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 、誰か錬金成功してるぞ。なるほどね。いや、高くないでも、あれ。呪い。600台、700台ぐらいするでしょ、ちょっと。今のアクセの3分の1ぐらいだよ。アクセもだいぶ安くなってきた。やめて、この後期のリング出してる人、ちょっと1万2000ダイヤ。目についちゃう。外しとこう、ちょっと。なるほど。使うのか。いや、買わない。さすがに買わない。さすがに、あれ、4とかだったら買ってるけど。4だったら安すぎるか。いやいや、買いませんよ。いや、絶対なんか、わざと出してるもん、あれ。なるほどね。確かにその方が壊れにくいのか。で、4ができたら444取っておいて44430か。これより、じゃあ、まこさんにそれプライオリにならないのよ。プライオリになったらいいけど。ちょっと1万2000ダイヤは高いんじゃないんですか？上位赤アクセサリー5の相場。なんか2万6000とか出てなかった？なんか。あ、2万5000。2万5000。これは買い、買いか。今2万5000が買いやすいので、これだ。長期連機。そう、なんかね、アペラじゃダメなんだよね。後期だけなんだよね、ワンランカーがあるのは。この後期のネックレスとリークですよ。あ、アンさん、珍しい。久しぶりです。神話武器に祝です。いや、TJ 来たばっかじゃん、今。今告知されたのに、今燃やしたら、次の TJ まで俺もう武器ないんだけど。さすがに貼りませんよ、まだ。大きい4試したいね。またちょっと出てたら、安く出てたら、安くっていうか、まあ普通に7000、8000ぐらいでしたら買って試してみよう。まこっつぁんだってそれプラ3試せるじゃん。呪い打って、2にして、2に祝貼って、
大丈夫、解けない。大丈夫だよ。確率だと結構、そこそこあるでしょ。2に引く。49%。半分だよ。いや、いける気がすんなぁ。終了まで。いや、俺はやった方がいいと思うよ。やっぱやるべきだと思う。ニンニン、あ、これはね、バーツに遊び行ってる時かな。バーツに遊び行ってる時に、なんかの傲慢のボスのところで隠れて忍びみたいなやって遊んでたから、それからずっとニンニンになってる。めちゃめちゃ増えてきた。あれ、なんかアンさんいる、アンさんいる、アンさんがいるよ。珍しい。かっけえな。硬い、硬いわ。いやいや、まこっちゃんがリベンジしてくれますよ。いやいや、硬いよ。だいたいあのリキャスト使う前にみんな倒れてくのに。アンサーだよ。今日北部の、あれ、北部で仮してたところを仮攻撃しに行ったら全然落ちなかった。敵対で殺さない人、いや、殲滅者になるから、もうこれ気分完全にもう気分で倒してる。まあ、あとはなんか本当にもう神話クラスの人を狙うとか、探検に、いや、探検強いよね。でもやっぱ強いからすると探検が一番うざいからな。なんか言いようにしたのかね、マジだ。探検をちょっとクラチェンでクロスボウに持ってきたいんだよな。マリオネットだけ残して、タギ切るやつ取ればね、めちゃめちゃ生存上がるしね。これ欲しいんだよね。
かチェーンソーだよ、チェーンソー、問題チェーンソー。全く使ってないこいつ、ほんと。これなんとかしないと。これをクロスボウかな。チェーンソーをクロスボウにして。案件をどうするかな。マジックキャノンみたいな。マジックキャノンなんかちょっと。誰かやってるのを見て、どんな感じか見てから決めようかなって感じ。まあでもやっぱちょっと神話武器の兼ね合いもあるし、しばらく杖かな。神話武器をクラチェンするのでめちゃめちゃ確かダイヤが必要だった気がする。槍もやりたいけどね。もうメインを槍に変えて、狩りはクロスボウみたいな。乱戦、もうめちゃめちゃ大規模の PVP の時はもうクロスボウ。もありかな。いろいろ考えてるけど、結局やっぱ杖になっちゃうんだ。狩り効率も対人も。バランスいいから。そうなんだよね。杖から変えて狩り効率も下がって敵も倒せなくなりましたってなったら最悪で、それが怖くて結局なかなか変えられない。神話系のそうクラチェン代がね高すぎなんだよね。スキルとかはでもそこまで高くなかった気がしたけどね。ここスタン食らいすぎよ。あ、相手使えないんだ。あ、オーソリティでも1万5000するんだ。高いな。杖から移動するのにいくらかかるんだこれ。今度クラチェン来たら見てみよう。ちょっと一回計算してみよう。武器だけでね15万ぐらいかかった気がする。15万ダイヤ。いや武器だけで、武器だけで確かなんか十何万かかかった気がする。うん、チェンジするのに。スキルは多分全部同じだから、きっとオーソリティ1万5000ダイヤってことは、スキルは多分全部一律1万5000だろうな、きっと。どんだけ、これディグニティとか持ってけん、オーソリティ持ってけるから持ってけるか。武器がね、やばかった気がする。だからできれば変えたくないんだよね。でもやっぱスタンとかさ、
あのチェーンソーの束縛みたいなやつとか、相手にスキルをもう使わせない、もう完全に身動きを取らせない間の時間のスキルが欲しいんだよね。マジックキャノン、なんか他の人がやってるのを見てちょっとやろうかどうしようかなって感じで一応考えてはいるけど、もうなんか試しに杖をじゃあマジックキャノンにしてみようって言って神話武器をマジックキャノンに持っていくとめちゃめちゃ金かかるから試せないんだよね。やっぱ微妙だ、杖に戻そうっていうので往復で多分60万円ぐらい消えるんじゃないかな、きっと。いや求めてないよ絶対嫌だ、無駄でしょ、無駄でしょ。 だったらまだ神話チャレンジしたいよね、スキルとか。そこで使わず、両手剣とかやりたいけどな、本当は。やっぱ杖が万能で、なかなか杖から離れられなくなっちゃったね。狩りも強いし対人も強いし万能すぎるよ。アンさん、レイピアどうなの？なんか、バグってる言って、何がちょっとバグってるか、レイピアやってないから全然わかんなかったけど。対人強いのかな？でも神話取らないとあんま強くないって言うよね。神話スキルが発動せず持ってない伝説が発動、それやばくない？神話スキル取ったのに、それはブチギレるわ。もう治ったの？あ、治ったんだ。それやばいな。似てるんだ。韓国の強い人の動画とか見てるとみんなレイピアやってるよね。やりもやりたいけどね。両手剣もやりたいっすよ。来週神話制作図、神話武器チャレを一回やろうかと思って、制作図ができたら探検をどっかに持っていくかな。何が面白いんだろう。槍なんか見てて面白そうだけどね。めちゃめちゃ派手だし。
ああ、これも作んないといけない。これ無理だな。どれだっけ？どこだ？材料か。1個しかないし、これは無理だな。35分。12時35分。亀裂が12時。コンカフェ行こうぜ。最近コンカフェにハマってんの。最近アンさんのツイッター見ると、ずっとコンカフェに行ってるツイッターが流れてる。昨日ニモマルからなんか歌舞伎にいるよみたいな DM 来てて、ツイッターでそっとツイッター閉じた。あ、寿司本カフェで確かに寿司頼みたい。え、大丈夫。珍しくでも、おや、どういうことで。昨日珍しくでもなんか、早めの時間から、ちゃんと連絡来てたね。いつも毎回遅すぎるんだよっていうか。のリングなくなったよ。じゃあこれであれじゃない？金額値段下げてまた出されるんじゃない？もしかして。そんな予感がする。さすがに買われたはないでしょ、きっと。はい、了解です。コンカフェ。恵比寿なのかな？アンさん、恵比寿から出ないから恵比寿か。その早めの、夕方ぐらいの時間帯に連絡をし、今日行くよって。7500出たらまあまあ買ってもいいかな。ちょっと試してみたいしね。1万はちょっと高いな。みんなでアンさんに奢ってもらおう。
のアンさんから呼ばれていくときは財布を持っていかないって決めてるから、携帯とタバコだけで。会員高すぎだよ本当。あ、これ撮りたいな、俺無理だな。マジ、いくらなんだ。これいいなぁ。値段95万。ありだよなぁ。Give me your loyalty, 'cause I'm
I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.効率、ああ効率ね、杖で武器強いから結構出る。悪魔の島の方が一番美味しかったから。でもどこが美味しいんだろう。第1、10、100、1000万、10万、ちょっと動いててわかんない。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1870万、左側とどこ、どうなんだ。逃げれた。モンスター少ないんじゃなくて、ちょっとでも平均値も下がってる。うん、ちょっと下がってる。モンスターが少ないな。でも柔らかいからアデナが美味しい感じだな、きっと。あんま変わんないな。大差ないね。無限とかセーブで影したけど、セーブどうなんだろう。うん、マッシュがいる。警戒に入って、いや、あのこれ昨日ね、多分夜にね、ちょうどね、消したんだよね。もう枠がパンパンで。経験値少ないな、ここ。アッシュ、おい、アッシュ、そっちに来た。あ、死ぬぞ。アッシュ殺したら、ちゃんこの方に復讐しに来た。そう来たか。
かっこいいしかないな。なんだかな、アンさんが借りてた場所かな、じゃあ。アンスリードスポットへ。ここはどうですか？あれ、経験値同じだな、1870万。さっきから質問した、変わんないな。モンスターが少ないから効率悪いか。めちゃめちゃいる。オーブから先に。これ1000万ぐらいか。
まこちゃん、サッカーボールだよ。あれ、メサも起きてる。今行くから、よしやるぞ。こっち少ないぞ、だいぶ少ないぞ。大丈夫かこれ、大丈夫かこれ。昨日夜の3分の1ぐらいしかいないじゃん。土曜日で家族サービスデーか。返しされた。お、見てなかった見てなかった。お、ナイス。どこで集まってんだい。どこに集まってんだ。ちょっと車で行こう。
あ、来た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 。人数は同じぐらい？ちょっと、ムスカ大佐、ムスカ大佐どこですか？いたいたいた。ちょっと、たけれない、たけれない、たけれない。よし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 。サッカーボール殴ってなかやそう。なんかもう四方八方にいてわけわからんかった。あ、待って、なんか違う人ターゲット反撃だ。設定が、全員伝えた。あ、来た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 。ずっとやってたらサッカーボール終わらないよ。優先順位。終わり？交差点はいて。ご飯は空いてますね。審判4は誰だったっけ？モンスか。
出るか。フォア殴ってて大丈夫かな。お、してるぞ。あ、やばい。これはグラーキーからやるぞ。あ、もうやだ。え？グラーキー。コロンバはなし？あ、シゲパパ来た。おいっす。また昨日も飲んでたでしょ、あなた。なしの。ピロどこだっけ。24時から飲みに行った。毎日飲んでるじゃん。毎日飲んでるじゃないですか。そんなに飲んでないの。24時から飲みに行ったら俺多分この時間に起きれないけど。あれ、マクロ忘れてた。あ、仕事なんだ。仕事、次の日仕事なのに24時から飲みに行った。どっかの誰かさんみたいな。
チキンパパ今日クヌは5階にいない。場所バレてるぞ。レピロスタン。ボス終わったら飯行ってこようかな。今から城塞名誉あと200万くらいで3000万の箱。おお、スキル増えるよ。何との資源はこれか。レベル2って急げ。まだか、これからか。あ、すれたて持ってないんだ。じゃあすれたてか。お得パッケは買ったの？あのハサタさん死ぬなこれきっと。ああ、決してハサタさんをめがけてタノステを打ったわけだね。さすが全部買った。なんか出た。もう何も強くなんなかったよ。パッケ。あ、かぶりなしの伝説クラスが1個出たぐらいか。ちょっと強くなったな。さっき取引所でテルシの手も買って。アテリシの手、ボンちゃん出てたよ、サブで。言えば安く売ったのに。お、ちょっと餌箱。餌をあげて狩る。なんかテルシの手、あれ手だったっけな、なんか出た。はい、もう全身赤揃ったの。ベルトとシーエルが青か。まあシーエルは別に青でも全然、むしろ青の方が強い説はある。ベルトは赤欲しいね。ベルトはさすがにみんな OE するから待ってないか。
オクタビス。ダメリダのやつか。ああ、いいね。だいぶ安くなってきたな。まだ4000ぐらいまでは多分下がると思うけどね。急いでなければ待った方がいいんじゃないですか。待ってみてもいいかもね。1日と19時間だし。よし、ちょっとじゃあご飯食べるんで配信落としますね。とりあえず